めちゃくちゃ欲しかった、ありがとうね。シャッペン5本セットありがたいです。 0.5mm シャッペンする5本重宝します、ありがとう。ペン壊しちゃうんだよね、持ってると嬉しい。よかった、食べ物じゃない、これ食べ物、これ食べ物に見える人もマッキーよこれやばかった。いや私結構昔から特技なんだけど、シャーペン壊すの得意なのね。シャーペン持ってんじゃん、で人から借りたりするでしょ、たら壊れちゃうので私の筆箱どうなってたかっていうと、小中学校とか中高とかどうなってたかっていうと、でも触ると分離しちゃうの、この先っぽの部分と、ここでなんか書いてる時に回す癖があるのか分かんないんだけど、私の筆箱の中見るとここの部分とここの部分で分離してて、もうテスト期間とかテスト中とか試験始めって筆箱の中見て、ああ全部分離してやがるぜって言ってパズルが急に始まって、なんかよく壊す私、まあ、ペンなくて困ってたの、なんでだろう、壊します、使い方が悪いのから。私の弟はいつも誕生日で5000円ぐらいするシャーペンを親からもらってたのに、私だけは100均のシャーペン20本とかもらってた20、お前は数だってすぐ壊すから、お前は数あればいいんだ、あ嬉しい、だからすごい助かります。分かった、分かる、あ筆圧残しろから、これ怒られちゃう、壊したらごめん、さら来年もよろしくお願いします悲しきも、なんかそう無自覚に、クリエイターとしても配信者としてもビッグになってください、ありがとうね。クリエイターとしても配信者としても人間としてもビッグになります、ありがとう。まあもう身長は手遅れみたいなんですけどね、それ以外はちょっとまだ全然ね、成長期かなって思ってるからありがとう、ラブ、ビッグラブ。よし、 T から、 T 様でございます、ありがとう、誕生日おめでとうございます、ありがとう。あ、シャッペンだ、10本になったありがとうこれでいくらでも壊せますね、その壊したらどうしよう、いくごめん、いくらでも壊せますねって言うとよくない、壊す気満々みたいな、いくらでも壊しても大丈夫、買いがありますね、嬉しいです、ありがとうよし、これで本当にこっち越してきてからもペン結構買ったの、10本500円とかめちゃくちゃ安いボールペンとかめちゃくちゃ買ったの、全部壊れちゃうのって、7割私が壊して3割ポンちゃんが噛んで壊すっていう、加速してるの、昔からペンよく壊すのね、ポンちゃんっていう新勢力、7ヶ月の子犬が怖がったことによってもっと加速度的に壊れるようになっちゃって、本当に大変なのね。ボールペンもシャーペンもそうなんだけど、ここの部分あるじゃん、芯の部分とこっち側、ここが持ってるとくるくるする癖があるらしくて、ここなくなっちゃったりするの。シャーペンならまだここが見つかれば再利可能なんだけど、ボールペンは中のバネが取れるんだ、ここが取れると、これ経験者にしか分かんないんだけど、バネが独立してるタイプのボールペンが多い、そのバネがここが取れた瞬間弾みで消えて使えなくなる、ボールペンの方が壊しやすい、なくなるよ、何回私がノックして出ない、インクは出ない、バネだってさ、中の芯だけ取り出してさこっそりねインクのあれでこう運の月ってサインしたことがあるから、わかんないでしょこの苦しみがペン自体が壊れるからサインが必要な時あった、でもあんなバネがないって気づいて、内側のそのペン芯だけ出してペン芯をこう握ってううって言いながら書いて、これは失ってみないとわかんない話、びっくらMS さん、ありがとうございます。ま、15本になりますこんな盛大な被りある、あ大好きよみんな、いいね、ボロネーゼとシャーペンが今拮抗してきたよ、おかげさまで15本 VS 20本、20本で20食分業者みんな心を合わせすぎ、打ち合わせしましたね皆さん、何本あってもね、思う存分壊せ
あ、使えるんでいいですけど、 ありがとう、本当に。ケンピさんのおかげで人生が変わりました。マジで？いい方に悪い方に困るな。これからのご活躍も期待してます。このあだ名、後輩くんだ。ありがとう、後輩や。後輩の子、うん、嬉しい。謎解きとか作ってた。何どっちだろう。ケンピさんのおかげで人生変わりました。どっちだろうねでいい方かな。そこはいい方だといいな。いい方だよな。あとで連絡しようね。後輩くんだしねケンピさんのせい、いや、ケンピさんおかげだから。ケンピちゃんの圧倒的美貌と圧倒的才覚に当てられて、きっと人生なんか選んだんじゃない、いい方向に。うん、どうしよう、ケンピさん見てて配信者とかいいなと思って全部切りましたとかって言ったらやだな。お前何したんだ。お前マジで何、人生か、何を変わったの、気になる。どうしようちょっと YouTuber やってみようと思いますとかさあ、だからペン、確かにね、確かにそれでペンですね。嬉しい、人生いい方向に変えたと思いましょう。はい、狂わせたお前が狂わせた。いや、きっといい方向に行ったという解釈でピックアップ。